はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。 このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューするという内容になっています。で普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもこの動画の説明欄にですね再生リストへのリンクが貼ってありますのでもし興味を持っていただければそちらから見ていただければと思います。でえー、とこのレビューを聞いてくださっている方はあの、まあ、感想とかですねコメントをコメント欄にいただけますと励みになりますのでぜひよろしくお願いします。 またチャンネル登録およびグッドボタンの方もぜひよろしくお願いしますで。今日ご紹介する本はこちらの「自分探しと楽しさについて」というタイトルの本です。でこの本はですね、あのまあ、内容としてはタイトルにあるように、まあ、自分探しというキーワードと楽しさというキーワードを、まあ、あの中心に議論を展開するというような内容になっています。 でまあ、あの一般にです、ね、自分探しという言葉を使う時というのはあまりこうポジティブな印象ではなくてです、ね、どこか自分というものが見つかっていない状態に対してそれを探していくという、まあ、ネガティブな、えーまあ、状態を改善する。 言葉として、まあ改善というかそのネガティブな状態を改善しようとするときに使う言葉だと思います。ですが、まあこの本の中ではその自分探し、まあ自分というものと楽しさっていうものはどこか似たところがあるんじゃないかというような前向きな提言で締めくくられていた本です。で、えっとまあそれぞれその自分探し、自分というものと楽しさっていうものについて、まあ今日は簡単にご説明をして、まあ著者がどういうことを言っていたかというのをまあ簡単にご説明したいと思います。 でまずはじめに自分についてなんですけれどもこれはこの本の中で著者は、まあ、あのわざわざ探す自分探しをしなくても、えー、他人が、まあ、もちろんいるわけだし、まあ、世界に対して、まあ、自分という存在が勝手に存在しているんだと。 で、えーまあ、わざわざ探すようなものでもないしまたもし自分で自分を、えー、考えた時にもその自分の定義っていうのも、まあ、自分次第で自由に決められるんだと、まあ、自分がこうだと思えばこうだし自分がああだと思えばああだということで、まあ、あ,のあくまでコントロールできる確実に存在する対象として自分を捉えています。 でまた一方でその楽しさというものに対しての捉え方なんですけれどもこちらも、えーまあ、本来他人から与えられるようなものではないと。 まあ世の中で、えー、こういうものが素晴らしいとかこういう状態が望ましいというふうに言われるんだけれども、まあ、そんなものに本質的な価値はなくて、まあ、本来は人々がそれぞれ自由に興味を持って、えー、これが楽しいこれが好きであると、まあ、そういった気持ちから、えーまあ、生まれてくるものなんじゃないかということを言っています。ですので、えー、とこの「自分」というものと「楽しさ」というものは、えーまあ、その本来自分で定義をしてもいいものだし各個々人が、えーまあ、当然 えー、異なったものを。 えー、異なった形で楽しんでいるということで、えー、まあ、どこかにいたところがあるんじゃないかということを言ってたと思うんですけれども、で、この本の最後はですね、えー、まあ、そういった、その、自分探しとか楽しさってものを追求していくために、じゃあ、どうすればいいのかということを、ま、具体的に簡単に説明というか、まあ、著者の、あの、提案をしています。例えば、ま、旅に出るとか、何か自分の好きなものを見つけて、それに没頭すると、まあ、そういうような、まあ、ある意味ありきたりと、まあ、あえて言えば、そういうか。 表現になると思うんですけれどもそういう活動を通じてですね、まあ、その自分の楽しさ自分っていうものをまあ見いだしていくっていうのが、えー、まあ本来の形なんじゃないかというようなことを言っていましたでちょっと内容自体はですねその自分とか楽しさっていう、まあ、ちょっと抽象的な哲学的でもある内容でしたのであの必ずしも100%理解できてないかもしれないんですけれどもどちらかというと、まあ、内容としてはですね なんていうか肩の荷を下ろしてもいいんだよと、まあ、その自分探しっていうもので根詰めて考えたりとか何が楽しいのか何が好きなのかっていうことを根詰めて考えるのではなくて、まあ、あくまでその自由に自分で定義をして、えー、人生を味わっていくその一つの要素として自分とか楽しさっていうものを捉えていけばいいんじゃないかと、まあ、そういうようなポジティブな提案に私には聞こえました。 はい。ですので、まあ、読了感としてもあの内容が腑に落ちた感じはないんですけれども、なんとなく読んでいて、まあ,あのこれでいいのかな？というような、明るい気持ちで読み終えた一冊でした。はい、今日は以上になります、えー。チャンネル登録およびグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。